こんにちは、リッキーです。かなりお久しぶりになってしまいました。2月ぐらいからですね、ちょっと動画更新ができてなくて、5月からね、動画更新を再開させていこうと思います。今編んでるのは久しぶりに靴下編んでおります。今回はですね、近況報告というか、その更新できなかった間のことをね、ちょっと報告できたらなと思います。まずはちょっとね、ショート動画では上げてたんですけど、2月にね、ツタヤさんの方でポップアップさせていただきました。リッキーニーティンが初のポップアップですね。で、約2週間かさせていただいて、もうね、一緒にポップアップされていた作家さんもいらっしゃって、その方のディスプレイがね、豪華でめちゃくちゃ綺麗で、作品もねすごくって、なんかいろんな勉強をねさせていただいたなっていう感じでした。で、委託販売とかと違って、まだポップアップはね、ハンドメイド好きの方だけってわけではなく、ツタヤさんに来られたね、一般のお客さんもいらっしゃるので、販売の方法だったり声かけの方法だったりがね、全然違うなっていうのを勉強してきましたね。で、何度かね、店頭立ちさせていただいて、お客様とね話す機会があったんですけど、バレンタインもあったんで、結構バレンタインに全振りしていったら、やっぱりメンズが使える色とかが結構多くなって、で、そしたらお客さんがね、もっと可愛い色作ったらよかったのにとか言われたり、あとはその春夏物をちょっと、ね、持ってた在庫を置いてみたら、結構それがポンポンポンって売れて、あ、もう2月からやっぱり春夏物なんだなっていう感じ。やっぱ洋服屋さんとかもね、早い段階で次のねシーズンの洋服とか販売始められるので、そういう感じでね、僕もやっていかないといけないんだなっていう、そうなんだろうなと思ってたんですけど、それがやっぱりそうしないといけないなっていう勉強、本当勉強でしたね。で、3月は前々からね、出てみたいと思ってた熊本のマルシェに出店することができて、でもね、半日雨降ってて、自分もねちょっとずぶ濡れになったりとかだったんですけど、でも楽しくね出店できてよかったなっていうのという感じで、4月もまたマルシェっていう感じで、春夏物制作したり、あ、もう一個忘れてた、2月にね2軒目の新規の委託先を始めたりで、結構納品ラッシュ制作ラッシュで、もう動画撮る余裕が全くなくて、 YouTube の方がね放置になってしまったっていう状況だったんですけど、4月にね15日でずっと委託して、約1年近く委託していた箱舟の県軍店の方がね終了して、で、熊本市にある商業施設のねココサっていうところがあるんですけど、そこに箱舟さんがポップアップストアを出されていて、そこでもね委託させていただいてたんですよ。で、そこは一応4月いっぱいで終了となりましたで、お店自体は一応5月まで延長になっていて、で、そのまたね延長になるのか終了になるのかをまた見てみたいなんですけど、一応ね3階の方で出展されてますので、いろんな作家さんいらっしゃいますので、ぜひぜひ遊びに行かれてみてください。インスタの方ではねちょこちょこ告知とかちゃんとしてたんですけど、 YouTube の方はね全然でき、コミュニティにも投稿してなかったので、今後はね両方で告知とかねしていこうかなと思います。そんな感じで、なんか本当に制作納品っていう状況をね自分で作ってしまったので、ツタヤさんのねポップアップもね
勢いで決めてしまったもので、2月に出店予定がなかったんで、そこで春夏物をね制作していた先とかに納品しようと思ってたんですけど、ポップアップが決まったのでバタバタしてて、結局制作がいつも通り追いついてない感じになっちゃってっていう状況ですね。まあまあだからもうちょっとね、委託販売全部一旦終了になったので、またねちょっと在庫作ったりとかいろいろそういうのをやって、またねどっかご縁があれば委託したりとか、ね、マルシェ出店したりとか、あとはその前々からね結構言っていただいてたネット販売もね少しずつですけど始めていければなと思っております。あとはまあ最近始めたことというか、レジン作品のね販売もようやく始めました。でレジンの方はね、あの運ぶねココサ店さんの方でね4月まで販売してたんですけど、なんかその作風だったりとか、そのまあリッキーらしさみたいなのがまだ分かんなくって、どうしようかなってなんか迷走しながら作ってる感じだったんですよ。で系統風で中に閉じ込めて作ってるんだけど、その系統もねアマリットとか、こういう編み物した後って絶対こういう糸端切るじゃないですか、糸処理した後そういうのも使ったりとかして、その捨てるところを少なくっていう感じでね今取り組んでおります。なので、まあ、また別動画でねこのお話しようかなと思ってるんですけど、少しでも SDGs になればなと思っています。でもともとそのレジンボタンを最初に作り始めて、でそのガマ口のね自分の作品のボタンは自分で作ってみたいな感じでしてて、でやっとあのヘアアクセサリー系をね作って販売し始めてってしてたら、この前のマルシェでねボタンが可愛いからボタン絶対売った方がいいよって、ボタン好きな方いるし需要あるよって言っていただいて、でそのボタンをアクセサリーとかにしたら可愛いじゃんって言われて、なるほどと思ってで早速ねちょっとレジンでボタンアクセサリー作ってみたんですけど、どうかな、アクセサリーですね、ボタンになるパーツをこうやってつけてみました。あ、なんか画面で見るとより綺麗に見える、うん、で毛糸を入れてるやつを1個はね絶対入れるようにして、で他はカラーと組み合わせてみたいな感じですね。こんな感じとか、あとはねボタンも作ろうと思っていろいろパーツも作ってるんだけど、あとは猫ちゃんと肉球で、肉球3つにしたやつはね猫をつけてみたんだけど、ちょっと色配色失敗したなっていうのと、仕上げの時にちょっとねこっちかな裏の方にちょっと垂れちゃったんですよね。で少しちょっと失敗したなっていうので、でもこれはこれでありかなって思ってます。でね、あのストーリーインスタのストーリーに上げた時に、この猫ちゃんの方が可愛いって言ってね、いくらってお問い合わせいただいたりとかして、っていう感じですね。あとは今手元にあるのがね作ったばっかりのものばっかりしかなくって、イヤーカフこれもね全部毛糸入り、こうか毛糸を入れております。これもこうか これは全然まだ仕上げをしてないんですよね。とりあえず作ってみたっていう感じなので、まだちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど、
そういう感じですね。あとはまあまたピアスだったりとかそういうのも作っていきたいなって思ってて、あとはちょっと水滴風のモルドを使って、この上土台もレジンで作って貼り付けてってっていう風なボタンもありかなとかね思っています。そんな感じでね、最近またちょっとね5月に、ね、初めての大きいマルシェに出るので、まあどうなるかわかんないんだけど、その在庫をねある程度確保しておかないと、その2日間出るので大変だなっていうのと、あとはそのレジンもね編み物もねっていう両方やっていくにあたって、制作のね段取りがね難しい。やっぱりレジンもすぐポンって型に入れてね固めたら出来上がりってわけじゃなくて、いろんな工程があるのでやっぱりすぐにはできないしね。編み物ももちろんそうなんだけど、だからなんかちょっとスケジューリングしていかないと多分できないなっていう感じですね。そこが今の僕の悩みです。編み物作品も新作作りたいし、そんな感じでね。レジンももうちょっと慣れたらその作り方動画みたいなのをね出していきたいなと思ってるので、そう、それで YouTube チャンネルの名前もねリッキーニッティングからリッキースタジオに変更にさせていただきました。結局そのリッキースタジオって言ってもそのまあ工房みたいな意味でスタジオにしたんですよね。ニッティングだと編み物だからやっぱりレジンとかできないしっていうので、だから そういう目的があって編み物ラジオもながらラジオに変更して、でチャンネル名も変更してっていう感じですね。でそう、そのピアスとかねイヤリングとかを作るためにタッキング練習のね練習も始めて、まだモチーフとかは編んでないんですけど、やっとね編み方が分かってきたっていう感じです。シャトルを使う方ですね、ニードルタッキングじゃなくてシャトルを使うタッキングです。でその一緒にモチーフを合わせたいなと思った時に、やっぱりねそのなんていうかな、レース編み、普通のレース編みも考えたんですけど、レース編みだとかぎ針編みと一緒なんでやっぱりくるんって丸まっちゃうんですよね。だからそのずっと使ってると結局まあコットンとかであればほらアイロンでピッて伸ばすこともできるけど、結局その一手間が必要になっちゃうみたいな感じなので、そうじゃなくてずっとね同じ形で使ってもらえるっていうのはなんかないかなと思ってた時に、たまたまその YouTube の方でね編み作り方動画、編み方動画が出てきて、でタティングレースの存在は知ってたんだけど、そのしようとは思ったことなくて、それまでただすごい繊細でしっかりしてておしゃれだなっていう印象だったんですけど、だからそのちょうど考えてた時に YouTube でそれがポッと出てきて、あこれだって思ってすっごい興味が湧いて、その編み方とかをねすっごいまたかぎ針の時と同じで YouTube で調べまくって練習しているところです。本当はね5月のマルシェに間に合うようにって思ってたんだけど、どうもそれは無理そうなので。でその細い糸でね編んだら、例えばリボンのモチーフとかもあるのでそれを編んで
そのレジンの中に閉じ込めるとかね、そういうこともできるようになるから、リボンだったらお花をバーッと集めて、そこにリボンを置いてちょっと花束みたいなレジンを作ってもいいのかなって思ったり、一応レジンの方がね、ニット作家が作るレジンをメインコンセプトにやってるんで、でももちろんこの色だけとかね、お花とかも使ったりしながら可愛いものをね作っていければなと思っています。で、その最初のねヘアクリップはモールドを使って毛糸を使ってみたいな感じだったんですけど、このボタンだったらね、その例えば3つだったり4つだったりを組み合わせれるので、今さっきお見せしたみたいに毛糸を封入したボタンと色で硬化して作ってるボタンとかを組み合わせたりできるんで、そしたらほら色の組み合わせでね作ったりもできるから、ちょっと僕の得意分野かなって思ったりしております。あとは装飾ちょっとしたりとかね、そう、このねリングとか、リングっていうかフープをつけたりするだけでだいぶ華やかになって印象ガラッと変わるんですよね、うん、だからねすごくいいなと思って、ちょっと昨日頑張ってバーって作ったんですけど、これいいなって思っております、うん、なんでね毛糸を封入するものを封入する形がやっぱり限られてて、表面に柄があると毛糸があんまり見えないし、なんかね柄自体もやっぱり毛糸入れてるとぼやけた感じになっちゃうんで、あんまり柄がないやつでボタンでっていう感じで作らないとすごいぼやけた感じになっちゃうので、そこがちょっと難しいところだなって思いながら、あと毛糸もねなかなか大変で封入するのにね、やっぱりレジンに浸しとかないといけないんですよ、レジン液にね。レジン液に浸したから綺麗にできるかっていうとそうじゃなくって、またこれもいろいろちょっとコツがあるんですけど、やっと分かってきてね、こうやってこれとかめっちゃ糸感がすごい綺麗にね出てるんだけど、あ、これじゃなくてイヤーカフでお見せすればいいね。これこっちの色はね綺麗にね糸感が出てていいんですけど、この色はねちょっと浸し方をね間違えて、気泡も綺麗に抜けきれないし、なんかねくすんでるというか曇ってる感じで、なんでこんなにくすむんかなと思った時に、多分白の毛糸を入れるとなんかくすんだように見えるのかなとか、気泡がちゃんと抜けきれてないから、まあこっちもちょっとは気泡入ってるんだけど、気泡がねいっぱい残ってるからくすんだように見えるのかなとか、もう独学なんで正解がどれかわかんないんですけど、でまたこれいっぱい作っちゃったんですよね、今下してるんだけど、このね青系も作りたいなと思ってやってるんだけど、なかなかうまくいかないですね、なんでちょっと多分だけど、こういうはっきりした色、こういう薄い水色とか白とかそういう薄い色とかよりも、こういうはっきりした色の方が綺麗に見えるのかなとか、そういうことをね考えております、ね、正解がわからない、やってる人も少ないだろうから聞けないっていうのでなかなか難しいんですけど、あとはね前に販売で出してたやつ、委託先に置いてたやつはテープヤンっていうのをそのモールドにね何枚か重ねたりして、その色の濃い薄いを出してっていうのはすごい可愛くて良かったんですけど、やっぱりねその糸でやっぱりね扱い方が変わってくる、レジンだと特にね、なので難しい、奥が深いっていう感じですね。
思いつきでやってポンってできる時もあれば、であこの色もやろうってこの青みたいにねバッてレジンに浸していつもの工程をやらなかったらこうやってなんかくすんだみたいになっちゃってなかなか綺麗にできないっていう状況ですね。困っただっていう感じなんですけど、なのでまあやっぱりね編み物もそうだけどレジンもそうだしタティングもそうなんですけど、やっぱりね作るって奥が深いですよねっていう感じなので、なかなかね編み物はねもう自分の思う形とかにできるようになったんだけど、タティングもそうだしレジンもそうなんですけど、まあねまだちょっと仲良くなれてないなっていう感じあのレジン作家の方にもね言われたんだけど、早くレジンと仲良くなって自分が思うものを作れるようにならなきゃねって言われて、ああそうやねと思ってだからレジンもタティングも早くね仲良くなって自分が思ったこれだっていうものを形にできるようになればまたね楽しさも増えてくるだろうし、作品の幅もね広がるし楽しみだなと思っております。って感じですね最近はね。あとはそのなんだっけ同じ糸だからこの例えばいつも編んでるガマ口とかをそのレジに使ってる糸で編んでて、その店頭販売の時に この糸で例えばね、ここに入れてる糸は編んだらこうなるんですよっていう見せ方をこの前初めて知って、そしたらすごいお客様がね興味引いてくださって、あすごいって色もこんなに変わるんだねって言われて、なのでこれレジンっていうのがその液体なので、でバーってやっぱり毛糸とかはね気泡がいっぱい出るから一回浸してから使うんで色が濃くなるんですよって、あのタオルとか衣類がね濡れた時に色が濃くなるのと一緒でって言ったら、あーみたいなことを言ってくださって、だからその全然顔表情が変わってくる、顔っていうか、でもこんな風にできるっていうのが結構お客様びっくりされてて、いやすごいねいろんなことやってるねとか言ってくださって、そういうねお話も最近結構できるようになってきて、購入には至らなくてもお客様とそうやって話すっていうのは大事かなって思ってて、そしたらどっかで見かけた時にもしかしたら次買ってくれるかもしれないし自分の作品をね紹介していくって大事だなって思っております。そんな感じで、まあ、ざっくりですけど2月から4月まで動画更新してなかった間のことをお話ししてみました。一番更新ができなかったというかする余裕がなかったのはやっぱりレジンですね。レジンを作り始めて作品化するってなった時にやっぱり余裕がなくてなかなかできなかったっていうのが一番ですね。でもね、まあいろいろあって、ね、ああかなこうかなってしながらとか同じ出店者さんにヒントいただいて自分でなんか一番納得いくものが昨日出来上がったのかなって、撮影日の前日ですね、レジンをねめちゃくちゃやってて、ああなんかいいっていうのができたのかなって感じですね。だからねこれまだ毛糸2色しかないんですよ。その青系をねちょっと下処理を失敗してるので作りたいんですけどね、そんな感じで、で一応ボタンもねなるべく早くいっぱい作ってボタン足とかつけてね、ボタンで一個いくらっていう風な感じでね販売していければなと思っています。ね、その時はその時は、ネット販売を始める時も、ネット販売はね常に空いてるんじゃなくて、その、出したものが残ってる場合はお店開けてるけど、
ていうか、その常に在庫がある状況じゃなくて、じゃあ今回これをアップしますって言ってアップロードしたら、その後はしばらくまた、しばらくというか次回更新見てみたいな感じにはなると思うんですけども、常にバンバンオンラインショップに上げるとかいう余裕は多分ないの で、うん、でオンラインショップで販売してる、もし買ってくださったらね、発送とかにも行くっていうことを考えると、バンバン上げてってするとちょっと自分が余裕ないかなっていうのもあるので、ちょっと、ね、期間限定オープンみたいな感じで始めてみて、環境を見て徐々にね増やしていければなと思っています。なので今のところ5月と6月は出店予定があるけど、7月以降は出店予定がなくって、ポップアップをするかもしれないっていう状況ですね、うん、なのでちょっとまだねポップアップの確定してないので、もしかしたらできないかもしれないし、もしかしたら言ってる通りやれるかもしれないしみたいな感じですね、うん、なのでまたねインスタと YouTube ではっきりしたときはお知らせしていきます。まずはその5月のね初めての大きいマルシェ出店、初出店をね、一応シェア出店で行くので、ね、頑張っていこうかなと思います。それでね、あとはね、また制作しながらこうやってながらラジオ更新したりとかやっていこうと思います。で、その更新が一応ながらラジオは毎週水曜日19時公開予定でやっていこうと思います。ただまたねこうやって更新できない時とかも出てくるかもしれないんだけど、基本は毎週水曜日19時更新で動画公開していって、その他のねそういう編み方動画だったり購入品紹介だったりとか、そういうのはね不定期にやっていこうかなと思います。だからもう全てをね、前更新してた時は大体自分の中でこの日がながらラジオで、第2第4何曜日に編み方動画か購入品紹介動画みたいな感じで考えてたんですけど、結局編み方動画を作れてなかったら購入品紹介をしなきゃみたいな感じで何かしら買っちゃったりとかしてたので、そうじゃなくって、そのまあほらね、購入品もちろん必要だから買うんだけど、今買わなくてもいいようなものを先に買って紹介したりとかね、結構無理してたっていう感じがあるので、ながらラジオ以外はねもう不定期更新にしとこうと思いますそんな感じでまたね再開しますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ではね、もう30分近くなったので、今回の動画はここまでにしようかなと思います。最後までご視聴していただきどうもありがとうございました。でね、インスタの方でレジン作品とかも紹介してます。YouTube でもこうやってねこんなの作ったよとか紹介していこうかなと思ってるんですけど、編み物と一緒でね、うん、こんな感じなので、ぜひぜひお楽しみにされてください。またインスタの方もねフォローしていただけるとありがたいです。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。